こちらはネクスコ東日本です。午後3時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先で事故が発生しています。この影響で神奈川インターを先頭に2キロほど渋滞しています。この渋滞を抜けるのに5分ほどかかります。渋滞内では追突事故が起きやすくなります。注意して走行してください。次に13キロポスト付近の花輪インターを先頭に18キロポスト付近の竹石インターまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて7号小松川線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。その他この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。続いてお知らせです。今年4月に京葉道路下り線市川インターから奈良木インター間に京葉市川パーキングエリアがオープンしました。サービスエリアパーキングエリアでの早めのご休憩で引き続き安全運転をお願いします。インターチェンジの出口付近や料金料金内などでは車の流れが悪くなり渋滞することがあります。渋滞を見つけたらハザードランプで後続車に合図を送りながらゆっくり減速して安全に渋滞の列に入りましょう。ハイウェイラジオ京葉道路神奈川よりお伝えしました。あなたに実際の中津子東日本